とんでもない迷宮だな。広い上にこの複雑な構造、そこら辺の遺跡なんかよりよっぽどすごいんじゃないか。城の地下に広がっているというのが未だに信じられん。穴掘りが得意なドワーフでもこのような領域は作れんぞ。一体どれほどの奇人ならこんな馬鹿げた領域を作れる。あたりに見とれるのもいいんですけど、ラビリンス中が魔物で溢れてる。数が多すぎます。王都の外に通ずる他の門を開けて中に招いたか。通路を埋め尽くす無数の魔物、うごめく黒き影。ならばここは超絶強くなった私に任せてもらおうか。クロッツォの魔剣のお披露目だ。行くぞ炎の魔剣よ。一発で魔物どもが消し飛んだぞ。ついよ負けすご。なぜ使用した貴様が一番驚いている。え、これすごくない。下手したら雷帝の剣より威力高くない。これも楽勝でしょ。バカスカ撃てばミノタウロスにも干渉でしょ。英雄タウンアルゴロート完。バカスカ撃ってるとあっという間に砕けるぞ。大事に使え。はい、大切に使います。英雄タウンアルゴロートはまだまだ続くよ。しかし下せませんな。これほどの魔物を招き入れるとは。このラビリンスは王城とも直結しているのでしょう。たとえ我々を始末したとしてもその後は城も陥落してしまうのでは。ミノタウロスさえ無事なら相当できる。そう踏んでいるんでしょう。あの王が考えそうなことだわ。そして悔しいことにそれは当たってる。それならば俄然ミノタウロスの動きが気になってきますが、昨夜オルナ殿が語った話によれば、鎖に戒められたミノタウロスを王は制御でき自由に操れるという話では。新たな生贄、王族の血を摂取させない限り鎖の支配力は弱まったまま。王女がまだ生贄として捧げられていない以上、王にとって今は最もミノタウロスを制御できない時期よ。なるほど、そういうことか。ならば限りなく今のミノタウロスのあり方は純然たる魔物に近い。それはそれで怖いですな。本能で生きる魔物は何をしでかすかわからない。王が裏で操っている方がまだ予測もできたというもの。話はそのあたりにしておけ。大軍だ、来るぞ。ユーリ、いいか、あなたに聞いておかなければならないことがある。なんだこんな時に。戦の最中だぞ。告げた通り、私はミノタウロスを倒す。私は、楽園を壊す。あなたが部族の移住を求めるこの王都は、絶対的な領域ではなくなるだろう。それでもあなたはいいのか。怪物の存在ではなく、人の手で守る都となる。正しい道理に戻るだけ。ただ、それだけだ。それに。
これまで王都を守護してきた化け物に打ち勝ったならば、その者たちが都を守り通せるのもまた道理。違うか？なるほど、道理だ。それならば存分に暴れるとしよう。